衝動があるね、感じる動画あるね。そしてここになかなか、ここは、植物がいっぱいね、あらかに、これはいいですね。これは桜だね、この前で真っ赤だから。このお堂がいい。このお堂が素敵だ。これをちょっと下がってみましょうか。この、もみじ、それからそのバックのイチョウ、そしてこの素晴らしい植物、3点セットだね。これは素敵だ。これは素敵だね。そしてこの金堂の正面に日蓮聖人の素晴らしい絵がありますね。おお、日蓮聖人像がある。これが一枚ですね。これがね、ここに四天王と一蘭聖人像がある。これが素晴らしい。南明法蓮華経、四天王、この犬、ね、怖いじゃない。